はい、マーポンこと関正幸でございます。今回はですね、長野県茅野市の、上原城址跡という、まあ、ところにですね来てます。まあ、このような言われですね、まあ、これ中世のこの諏訪、市のですね山城ですね、今回のテーマなんですけれども、山岳の、長期の避難生活の拠点の一つとしてちょっと考察してみたいと思います。ちょっとね、行きましょう山城にね。車はね通れません。これちょっと私の車なんですけど、ちょっと上がってきましたね。上がってきてね、こっからは車はもう行けませんね。なぜちょっと山城かというと、中世でね、戦になった時に、結局そこにこもらなきゃいけないことが発生するじゃないですか。そうなると、長期にね、少なくともこの2、3ヶ月、ひょっとすると1年、籠城するということになると、水が必要になると。おそらく水があるんではないかなということですね。あともう一つは、結構ね、眺めのいいところにあることが多いですね、山城はね。なぜかっていうと、この一つのこの情報収集の場になるわけですよ。要は、敵がどういうふうに攻めてくるかっていうのが手に取るようにわかる、場所である必要があるということですよね。なんで、情報収集に役立つと、眺めの良いところはね、いうことですね。で、あと守りやすいところですよね。で、攻めやすいというところに作ってあるということで、変な話ね、内戦になるとかね。話ですよ。あと、敵の外国軍が攻めてきましたっていう時に、立てこもることはね、やめた方がいいですよね。武器持ってますからね、相手はね。眺めのいいところから、危害の加えるね、存在を、見てですね、どう逃げるかということですね。一つのこのベースとして使えるんじゃないかなということですね。ここが城跡ですね。おそらくここに多分城郭というか、天守閣みたいなものなかったかもしれないですね。この、籠城できるような館みたいなものが、こういうとこにあったでしょうね。今はこう神社があるんですけどね。ちょっと手合わせ。どうも見守っていただきました。ありがとうございます。地域のね、御柱なんかも立ってますね。立ってますってね、これ、諏訪っていうか、長野県の表現、長野県のですね、方言なんですけども、立ってますね。眺めものすごいいいんですよ。こういう感じですね。こういう感じ。でもし木がなければね、もうちょい向こうが諏訪湖が見えるはずですね。昔は多分、木なくて眺め、いいように情報収集できるような仕組みができたと思います。ただね、この裏側に物見石っていうのがあるんですよね。物見石ね。あそこにね、登って、この情報を収集して、ということなんでしょうね。多分、夜間でも、この、情報を知るために、ここに登って、情報収集した人も、24時間体制でいたかもしれないですね。で、あと問題の、水ですね。ちゃんとやっぱ、この籠城に耐えられるようにありますね。やっぱこれですね、水、これどこから来るかっていうと、どうも永明寺山っていう
まあそこの山からこの当昔の中世の頃は木簡によって引いてきたということですよね。おそらく、どういう景色であったんでしょうね。やはりあれですね、もうここよりも標高の高いところから、まあ木簡で、今はねヒューム管使ってるって話なんですけども、まあどっかに、管があるんでしょうね。ただその木簡もこの分からないように隠しておいたはずですよね。そこもしこの水断たれてしまえば、ね、断たれてしまえばその籠城できなくなります。生命線で、まあ、3日で城が落ちるということになるんで、この分かんないようにやったんでしょうね。まあ、でも、まあ、とりあえずこう水があるということですよね。まあ、基本的に山の山頂っていうのは水が出ないですよね。出るのはあの山の中腹とかですから、中腹からその下の方ですからね。いうことで、やはりね、城跡でこのまだこの水がコンコンと出るような場所っていうのはマーキングしておいた方がいいかもしれないですね。これでこの飲み水の確保ができるということで、山岳避難ね、これ、まあ一つの この拠点としていいっていうことですね。まあ、ただね、そこにこのあれだよね、テント、まあ、ここにテントを張れるけど、まあ、これはこのなんていうかな、観光名所になるんで、もしかしたらこの何人も来る可能性ありますよね。あと、これ長期生活になった場合どうですかって話ですよね。まあ、長期生活になった場合、こうこの日の当たる斜面ありますね。こういうところを、ちょっと急なんですけれども、ちょっと開墾して畑なんかもできる、芋を植えることもできますね。そしてさらにね、こう隠し畑みたいになりますよね。なんかちょっと農業系の YouTube を見てると、朝日が2時間当たればなんとか植物は育つみたいですね。ということは西向きの斜面というのも結構いいですよね。で、肥料の問題なんですけど、こうなぜ肥料が必要かっていうことですよね。で実際にこのこう自然の世界っていうのは肥料いらなくてこう循環して回ってるじゃないですか。まあ、要は何も手を加えずにもこの花が植物が育ち、花が開いて実がなって、それが落ちてって循環してるんで肥料いらないんですよね。肥料いるっていうのは人間がその果実を、まあ要は抜くので途中でこの循環が途絶えるので、そこで肥料が必要になるってことですので、最初のあれですよね、多分一毛作、最初の収穫に関しては肥料いらないかもしれない。まあまあそれはわかんないけどね、やってみると。まあ一回実験的にこういうあれでね、日の当たる斜面で、山の斜面で芋を植えてみるっていうのをやってみたいですね。いう感じですかね。ただね、標高が高いので、まあちょっと寒さがあるとか、いうことと、寒さねあるっていうのと、一応名勝地になるんで人が集まる可能性があるということですね。まあ、ただこの情報収集の場としていいんで、一つのこのベースキャンプを張る、メインじゃなくてね、さらに奥にこう逃げる、メインキャンプっていうのをまた裏の方に作っておくっていうのはいいかもしれないですね。まあ、とりあえずこの水があると、水の城跡には水のある可能性があるということですね。またちょっとね、城跡シリーズやってみたいと思いますね。実はね、昨日この城跡からこれ北の方だな、北の方にこの桑原城址っていうのがあるんですよね。そこに行ってみたんですよ。そこにはね、水がなかった
ったですね。ただ、そこにね、足長神社っていうのがありまして、ひょっとしたらお清めに使えるような神社のところにね、なんかほんと水が出る可能性はありますけどね。まあちょっとそこまで調べなかったんですけど、ただまあそこはね、あんまり適してないですね。お、なんかあずさが、東京方面に、走ってってますね。まあ眺めいいですね、これね。眺めいいですね。あ、まあちなみにここは、南向き斜面です。南向き斜面なんで、こういう、まあ、急勾配のところに隠し畑を作るのもいいかもしれないですね。こう水があり、南斜面がありと、いいですね。まあそんなところで今日の考察終わりさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。失礼します。